はい、皆さん、こんにちは、お元気ですか？花です。うさみです。はい、ということでですね、今日も YouTube やっていきたいと思います。はい、はい、久しぶりの。はい、ということでね、このチャンネルは、はい、最初はね、似顔絵を通じて世界中に笑顔とハッピーをってやってたんですよ。うん、で似顔絵だけだと枠狭い、うん、狭いやないかいって言ってですね。そうやね、確かに。そしてアート、うん、まあ、絵を通じて、うん、絵ならいいんじゃないか、アートということで、まあ、デザインとかイラスト始めましょう、からのですね、うん、それでもまだ攻めんじゃないかということでですね、まあ、私たちがもうできること全てのことで、はいはいはい、そうですね、皆さんに笑顔とハッピーですね、うん、届けていきたいということで、YouTube でね、うん、こうちょっとまた私たちのちょっとした考え方を、うん、発信することによって結構いろんなコメント来るんですよね、うん、そうですね、花さんも来てます。なんかね、なんか絵より反応あるやん絵よりなんか僕が毎朝ね、ストーリーでですね、うんうんうん、今日も最高の一日しましょうの前に、なんかいろいろ一言ね書くんですよね。自己啓発のもの、自己啓発のものこれね、まあ、AI にね、うん、なんか分析されて自己啓発やろうみたいな、うん、はい、自己啓発をです、はい、まあそれでそっちの方がですね、花さんにいつも元気もらってます。この言葉で、うんうんうん、なんか救われてますとか、うん、すごい、ね、気持ち楽になりますみたいな、うん、素晴らしい。であさみさんもよくね、うん、自己啓発っていうのね朝起きた瞬間になんかこう思ったことが、あれにどんなコメントくるんですか？そうそう、なんか今日の私にめっちゃ響きましたとか、うん、ああ、そうそう、そういうのも女性の方が多いから、めちゃめちゃきますね、うんうん、だからなんかね、絵あげてるんですけど、普段はそうやね、なんか絵より反応あるやないかい。そうそう、絵よりいいよな、いい、絵よりいい、絵よりいいでよかったり、絵よりこうね、コメント返ってきたみたいな感じですね、うん、似顔絵にコメントあんまりないしね、はい、そうですね、似顔絵にはコメントないんですね、まあ、たまに、うん、すごい絵ですみたいなのあるんですけど、うん、まあ、その似顔絵直接的に描いてもらった人はすごいハッピーで笑顔になってますけど、あ、まあ、それを見た、客観的に見た第三者の人は、まあ、あ、綺麗とかちょっと、ね、あ、かわいいとか思うけど、ね、そこまでなのか、そうやな、ご本人じゃないもんな、そうですね、ご本人じゃない、まあ、なので本当に本人様ハッピーになりたいなって、似顔絵でハッピーになりたい方はぜひ、ね、似顔絵のオーダーをしていただければと思うんですけど、はい、で今日はですね、私のストーリーでも先ほど書いたんですけれども、うん、劣等感っていう、劣等感ね、ね、劣等感のこれ意味調べますとですね、人と比べて劣っていると思う気持ち、うん、ね、感情のことを劣等感というらしいんですけれども、うん、はい、うん、これのね、うん、やっぱこの気持ちっていうのね、持っててもいいことがないと思ってるんですよ。そうやね、これ手放し方でしたりね、うんうんうん、劣等感がある方が来た時の対処法みたいなところを私たちの考え方で、方でね、噛みましたけども、うん、ちょっとお話しして、うんうん、で皆さんにそれをちょっと聞いていただいて、うん、なんか気持ちが楽になったりね。いや、そうやね、それが一番嬉しい、まあ、そういう気持ちが楽になるイコール、うん、こう手放したらこう笑顔に増えますから、うん、皆さん人間はね、幸せになるためにね、笑顔になるために生まれてきてますから、うん、はい、我慢しちゃう。あかでお腹鳴ってましたグーって言ってきましたさっき食べたんですけど、ね、お前な、はい、ということでね、はい、ストーリーでも書いたんですけど、劣等感についてお話を、ちょっとしたお話、私たちなりの ね、していけたらと思います。はい、はい、劣等感、はい、はい、劣等感、私は気づかないうちに劣等感もなかったんですね。人と比べるで、なんか落ち込んだり、なんかこう、変な気持ちになるみたいな、うん、てかさっきも言ってたけど、忘れたんじゃない？そう、忘れてるんですよね忘れるやん、すぐ認知症ですいや、ほんまにでも、言われたこととか忘れるタイプ、そう、僕忘れるタイプなんですよ。きっと、なかったことはない、なかったことはないか、いい、一応バスケとかやってたんで、その時どうやった？なんかすごい上手い人とか、いや、上手いなーってな、うん、なんか変な気持ちになることはなかったですね。ああ、そっか、それで自分も頑張ろうみたいな、すげえな、俺も練習頑張ろうみたいな、あ、全部もう全て昔から全てプラスに変えてたんですかね、いつの間にか。なんか見た目のことを言われたりとか、 それで劣等感とかもなって、見た目、あ、僕小学校、中学校から、うん、なんか先輩の女子2人、うん、3人、2、3人組になんか、うん、ガッ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 笑われてた、あ、いるよな、あるよな、そういう時いじめみたいな、軽いいじめ、うん、ね、
みたいなのありましたけど、いじられへんよな、そんなんだって。その時はなんか、あなんか学校嫌になったりとかありましたけど、なんかもうバスケが軸になってましたね。バスケやってるし俺最強やしみたいな。あ、消しされたんや消しされたんや、それで劣等感まで行かんかったんや。行ってないんですかね。 もしかしたら当初の僕に戻ったらめっちゃ悩んでるかもしれないですけど、忘れてます。そうか、なかなか珍しいタイプやな、はい、珍しいタイプなのですかね、はい、珍しいのはだって誰しもやっぱりこう大人の人でもさ、はい、悩んではることやん。あの人はこんだけ頑張ってはんのに私全然できてないとか、はいはい、あの人はこんな綺麗なのに私こんなとかさ、はい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 、なんでこんな太ってるんやろとかいろいろあるやん。はいはい、ちょその辺が、うん、ちょ昔劣等感をね、うん、抱いていたというアサミペイントさんにですね、うん、ちょっと劣等感の人インタビューを。劣等感の人ですよ全然劣等感の人で見えてないです。いや今でこそやけど、ほんまにだからそれこそ、はい、まあ、小学校の時かもどっちかって言ったらちょっと細くはなくて、はい、ちょっとぽっちゃりというか、あちょっとぽっちゃりさんだったんです、ね、で あだ名が魔人ブーの時もあったし、相当ぽっちゃりじゃないですか魔人ブーね。そんな太ってはなかったけど、ね、力も強かったよ。あ言ってましたね、腕相撲が。そう、あの一番クラスで強い男の子とやって勝つか勝たへんかぐらいの。すげえやん、メンズですよそうそうね、結構強いキャラみたいな。うーん、でもやっぱりこう華奢な女の子とかこう、はい、見たり可愛い子もいっぱいいたから、やっぱいいなとか、なんか違うなみたいな、私はそうなれへん、やっぱそういうとこからもあったし、はい、まあ、勉強もやっぱり算数だけ、うん、自分だけなんか割り算の筆算できひんくて、居残り一人だけしたりとか、やっぱそういうのが始まって、あとまあ家とかでもなんかちょっとできてないことがあったら、うん、まあうちは、まあ、弟がね二人いるから、そのお姉ちゃんとか余計に怒られて、うん、なんでできてへんのっていう言われると、うん、いや、うん、今思ったらお母さん大変やったよな、確かに3人もいたしってめっちゃわかるから、全然いいね、はい、うん、逆にだけどその時はなんか、あ私なんか全然できないんや。ああ、なるほどね。そうそう、できてないや、みんなもっとできるんやとか、うん、っていう始まりかな、小学校3年ぐらい。小学校3年生でもあったんですね。だからそっからもうずっと誰かより自分は劣ってるっていう自分、なんか全然、そんな過去が。そう、全然もう可愛いとかも思わへんかったし、自分を、うん、うん、そうそう、で勉強もできひん、家でも怒られる、うん、そういう感じになっていったから、うん、あのまあ、中学高校と行って、ほんでなんか高校でやっぱその時に摂食障害になってる、それを行き過ぎて、うん、摂食障害、摂食障害、まあまあいろいろその間はいろいろあったけれども、うん、その家族の問題とか、うんうん、やっぱりなんか自分は何かを誰かの役に立たへんかったら、うん、ダメなんや、生きてる意味ないんやみたいな、 あるあるでやっぱそのダイエットに走って、はい、私一回中学の時に、いや夏休みダイエット成功して、うん、食べないダイエットっていう危険話して、はい、5キロぐらい落ちて痩せた時に、うん、めっちゃ可愛くなったなってめっちゃ褒められて、お私でもそれが危険やった、その痩せたら可愛い褒められるんやっていうスイッチが入っちゃって、あらなんか痩せてなあかん自分っていうので、はいはいはい、ちょっとなんかそれも摂食障害の始まりではで、うん、で高校でリバウンドしてめっちゃ太って8キロ太ってすげえそしたらもうまた自信なくなって、おそうそう、で勉強もそんなできてなかったし、はい、もうなんか生きるのがもうしんどくなってきた。そっから何があって、うん、劣等感の塊だった、そうそう、アサミペイント、そうね、まあいろいろなそういう劣等感でみんな学生の子ってあると思うねんけど、うん、うん、でこれ行き過ぎて摂食障害で本当人の目見て喋れへんくなってきて、自分太ってるって思われてるみたいな、うん、絶対なんかめっちゃ笑われてるとか、うんうんうん、っていうのになって、行くとこまで行った、あのもう鬱みたいな状態になって、そうそうそう、で、はい、布団からも起き上がれへんくなって、専門学校行ってたけど美容の、途中でやめちゃって元気くなって、うん、それででもこんな自分を直したいって思って、うん、で、あの初めてカウンセリングに一回行った時に、カウンセリング行ったと、そうそう、その先生に初めてなんか、うん、もうすごいいい子として生きてたんだねみたいな、うん、もうすごい鎧を着て生きてたんや、もうそんな頑張らなくていいよって初めて人に言われて、おはいはいはい、でもブワーって涙出てきて許されたみたいな、この自分を許されたというか、なるほど、そう、もうずっと自分許せなかったよ、なんか全然できへん自分を、うん、でそっからなんかこれ直すにはやっぱこう受け入れていくのが大事なんやなっていうのを教えてもらって、はい、そ
そうそう、頑張らへんっていうことを頑張るって何って感じやってんけど最初、うん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 、そうそう、だからその日からなんでこの劣等感がなくなったかって言ったら、はい、なんかもうそやっぱ恥かくこととか、ほう、失敗することとか、うん、まあ、太ってる、まだその時ちょっと太ってたから、はい、嫌やったけど、うん、もうこんな自分でもいいやって思って、まず自分が思わへんかったら、うん、なんだか人に言われても何もこうなんかプラスにもできへんなと思って、うん、20歳ぐらいかなその時、うん、そうそう、もう今日は失敗してももうとりあえず生きてるだけでめっちゃ OK やなっていう、生きてるだけで丸儲けってねさんまさんの言葉がありますか。そう、でもこれは訓練で一日でそう思えるわけもなく、うん、はい、やっぱりこうできる日と思えへん日と繰り返したけど、それをやってるうちになんか変わってきた、自分がありのままの自分でいけるようになったっていうか、太っててももういいや、普通に喋ろうみたいな人と、ほうほうほう、で目見て喋れるようになってきて、ほう、でちょっと雑貨屋さんのアルバイト始めてみたら、うん、だんだんそのこういう自分が出せるようになってきて、うん、失敗とかもするけど、あ、まあいいやいいやってこう思えるようになって、まあいいやがいいらしい。そうそうそう、で先輩に怒られても、うん、なんか前やったらうわもう私あかんわって全員否定してて、自分もその一つの ミスがもう全員否定、自分のそ う, そ う, そ う, そうでももうまあいいやみたいな、まあいいやこれねキーワードです、もうまあいい や, いいやそう、ね、で思うように頑張って訓練したら、なんかどん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 そのお客様も長さみちゃんって来てくれる人が増えてきて、 うん、その時に初めてなんか自己肯定感っていうのかな、その時気づかへんかったけど、はいはいはい、なんか上がっていってた。なるほどね。そうそうそう、なんか劣等感でいつの間にかなんか自分をあかんって思ってたけど、うん、あのそれは本当に思い込みやったというか、思い込みや、そう、だから人生は皆さん思い込みでできてます、思い込みやった、ほんまにめっちゃもったいなかったなと、はい思ったし、うん、だから劣等感が本当になくなっていった、そういう自分を OK、うん、自分に OK 全部出していったら、なお自分に OK を出す、そうなかなか出せへんかった、自分に OK 出せないと人に OK 出せない、出せないって気づいたのね、はい、っていう感じです、ううちょっと長くなりましたけどヒストリーをね、はい、あでもこれは今そういう気持ちの方が聞いてたら、あ、分かる分かるとね、あ、なるほどなるほど、そうやな、いや辛いと思う、ほんまに劣等感あった時は辛かったし、これ手放すべきですか、やっぱり使う言葉もプラスじゃなかった、なるほど、今みたいに使う言葉がプラスじゃなかった、うん、なんかマイナスやった気がする、はい、なるほどですね、どうせ私なんて的な、どうせ、はいはいはい、こんなんしてもなあ、もっと上手い人もいるしなとか、もっと可愛い人もいっぱいいるしなとか、うん、それは上見たら上いますよ、それはそう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 、まあでもあの可愛いっていうのはね好みですからね、皆さん、ほんまに、A さんからしたらね、うん、A ちゃんは可愛くないかもしれないです、うん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 、で B さんからしたら A ちゃんが可愛いんですよ、そうやな、もう可愛いの基準はタイプなんで、そうやな、ね、皆さんみんな可愛いんです、そうみんなかっこいい、うん、そういう感じでそうそうそう見ていただくといいんじゃないかなと思います、ほんまにあれやな、ちっちゃい時からかけられてきた言葉、そうね、本当に大きい、だからすごいやっぱりお父さんとお母さんプラスの言葉をかけてくださってた、ね、なんでできへんのじゃなかったですね、うん、なんであんたがやらへんねんってっあんたがやらんで誰がやんねんみたいな、うん、関西弁じゃないですよね、関西弁じゃないよね、新潟なんで、あんたがシュート打たんで誰がシュート打つねん、いやすごいと思う、関西弁だなこれまた、だから花さんのお父さんとお母さん、うん、本当に子供の応援団長みたいな感じ、そうですね、子供の大ファンそうそうで、ファンの人の悪口言わないじゃないですか、うん、ファンの人はなんでそれやってんねんみたいな、いや何やねんみたいな、で愚痴も暴言も不平不満も言わないですもんね、うんうん、だからきっとお父さんとお母さんもこう自分で自分を満たせてはった人なんですね、満たせてたんですね、きっと、そうでもうちの、そのお母さんとお父さんが悪かったわけじゃない、本当にめっちゃ素晴らしい、めっちゃ大好きな両親やけど、うん、本当大変やったんですよ、子供大変でした、で下の子もやっぱ自閉症やったし、ね、こうなかなか当時はあんまり今みたいに理解もなかったからさ、うん、大変やったも分かるし、なるほど ね、うん、劣等感の、はい、取り除き方、取り除き方はやっぱり自分をどんな自分でも OK、 受け入れる OK、 まあいっか、うん、まあいい、呪文のようにね、絶対、まあ、なんかやることでもまあいっか、そう、これ筋トレと一緒だよ、ほんまに、お私筋トレとか全然しんけど、したことない人が言っておりますけれどもねそれな、まあ、やってた私が言うならわかるんですけどね、そうそうそう、
多分そうなんやろなっていう感じだけど、ね、私は筋トレやったことないけど多分一緒で、はい、あの1日でさムキムキになるわけない、ならないんですよあれは。そうだけど毎日毎日そのまあいいよなんかうわあーってなった時も、うん、まあいい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 と、うん、大丈夫、ね、うん、大丈夫大丈夫とまあいいかまあいいかってずっとちゃんと自分に言ってあげれたらうんうん、あ、なるほどね。あとね、この劣等感には2種類があって、うん、2種類の人がいるらしい、はい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 、攻撃的な劣等感タイプと多分攻撃的じゃなかった方の劣等感、自分攻めの方やった、そう似たパターンいるんですよ。うん、で多分この、まあ、このタイプは多分カウンセリングそうやね行って、うん、っていうところなんですけども、このね、うんうん、厄介なのが、うん、攻撃的劣等感タイプですよね。それは本当にね、はい、まあ、うん、人を怒鳴ったり怒ったりしてる人、うん、この人が周りにいるという方、うん、この方は相当劣等感をお持ちのね、方となっておりますと、診断結果が出ておりますけれどもねそういう方はですね、うん、まあ、言ってくるじゃないですか、うん、またこれ出てきてないやんかい、うん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 、俺茶碗拭けてないやないかい、うん、ね、なんでこんな言い方するんだろう。でそういう方はもう、うん、あこの人はすっごい劣等感があるんだなって思って、うん、冷静に見てあげてください。そこで、うん、あごめんごめんとかね、あ本当にそうごめんとかね、うん、言わないほうがいい、絶対言わないほうがいい夫婦な、やっぱ昭和の夫婦の人とかよくいると思うんだけど、平成初期とか、はい、まあまあでも今でもやはると思うんだけど、うん、なんかこう強く、まあ、奥さんでも旦那さんでもさ彼氏でも彼女でも、はい、なんでそうなんのとか、はい、なんでお前のために言ってんねんねみたいな、あんたのために言ってんのにさとか、うん、こういう風な言い方する人は自分自身になんかできてないって思ってたり、お自分にまずそれを思ってるから、なるほど、ね、人に言ってしまうな、きっと。そうなので、うん、まあ、こういう方がいる方はそういうね、あれとかあんだなって、ね、まあ、怒鳴ってる方はもう大抵の場合ね、上司とかね、まあ、友達、うん、家族、まあ、道端、はいはいはい、怒鳴ってる方は相当この人はね、人と比べたら劣等感がある方なんだなって思っていただいて、まあ、できるんであればその場を離れる、その方から距離を置くというところですね、うん、していただくといいかと思いますね。それが家族とかな、夫婦の場合はちょっと難しいけど、はい、難しいんですよね。そういう時どうしたらいいか、そういう時、これは斉藤ひとり先生、斉藤ひとり大先生が言ってたんですけど、うん、もう直接言っちゃうって言ってましたね、うん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 、あなたなんでそんな劣等感があるのって、うん、はいはい、言えたらめっちゃいいよな、うん、うん、言うとえみたいになるみたいです。一回言ってみたいな、ね、僕もこれ検証したことないんですけど、私もない、劣等感があるって思われたくないらしいんですよ、そういう人たちは。自分そうやろな、だからもう自分が劣等感があるとも気づいてないんですよ。確かに攻撃タイプの人はな、攻撃タイプ、うんうんうん、はい、なので、うん、もうちょっと一回言ってみるのもいいかもしれないですね。確かに、あなた、なんでそんな劣等感あるの、そうやな、なんでそんなとなってるの、えってなるかもしれない、えってね、うん、うん、なるかもしれません。そうやな、確かに。劣等感がある人ってね、怒鳴るらしいよ。え？みたいなね。うん、だから、できてる自分でやりたいからね、うん、そんなの劣等感になってないし、うん、もう、てか、みんなでちょっとなくなっていくかもしれないです。そうやな。やっぱり、はい、今まで出会ってきた人で、いろんな人とやっぱりこう、まだ30代もな、はい、半ばぐらいですけど、はい、35です。そう、いろんな人とこう、出会う時多いやんか。多いですね。お客様とかも。やっぱ、すごい素敵な人って絶対どうなったりとか、いやそうなんですよ、皆さん振り返ってみてください。優しい、うん、本当に素敵な人はね、怒鳴らないです、うん、僕怒鳴るって概念ないですもん。逆にさあ、うん、すごいこうお仕事成し遂げてはる方とかもいるやん、周りに、うん、そういう人、うん、めっちゃ冷静やもん、すごい優しくない、なんか逆に気使わへんようにさ喋ってくれはったり、そう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 、すごいことをされてる人でもさ、そう、あとはね態度に出さん、そう出さない、偉そうにもせん、ね、怒鳴るだけが全てじゃないですか、態度に出すのももうあれですよ、もう顔に出して、顔に出して態度に出すイコール、うん、あなたをコントロールしようとしてますから、そうやな、はい、いやいや、そういう時あったよ、私もこうやってね、私もそういう時あったよ、ね、だから、うん、あなたをコントロールしようとしますから、そういう人でね、うん、優れた人いませんから、優れた人いない、それは確かにいないっていうところをですね、うん、ちょっと頭の方に置いていただいたりしたら、そうやな、そう、だから自分だから、怒鳴ってる人がすごい、なんかなんていうんですか、偉そうじゃないですか、なんか怒鳴ってるから、うんうんうん、一見、うん、
怒鳴ってる人より あなたの方が、うん、あの優れてるんですよっていう話ね。いや、ほんまそうやな。うん、だから聞いてあげてな。たまにね、こうなんかめっちゃ言われるじゃないですか、こう偉そうに、うんうん、なんかこういろいろ指示されたり、うんうんうん、ああそっかそうやんなみたいになるんですよ、なんか麻痺して確かに確かに、そうですよ、なんか強く言われるから優しい方が、強く言われたり言い切るからなんかあそれが正しい、あそうだよねやっぱ、うん、あそうごめんごめんみたいな、そうやね、最初は違った違った、怒鳴ってる人は何にもすごくないんで皆さんいろいろ経験されてるから、ね、要注意です。いや、ほんまにそこで悩んである方もやっぱり、はい、いると思います。結構いはるから、うん、そういういつもそのストーリーとか書いた言葉とかが響いてコメントくださったりとか、そうですね、多いんやと思うよ。はい、ということで劣等感を持ってる方の対処法もね、そうやな、僕なりの対処法をちょっと、まあ、僕らだけというか斎藤ひとり先生のね、そうやな、直接なかなか言うの難しいと思うけど、難しいけど、もうだってその人変わらないですもん、そうしないと。まあ、あとはもう冷静にね、劣等感あんだな、で私全然その人すごくないから、うんうん、ね、あなたの方が本当すごいんです。そうなので、ね、そうやな、冷静に、塩対応してください。そう、それも訓練っていうか、それもさっきの筋トレと一緒で、筋トレですね。ちょっとでもブレたらまたその飲み込まれてしまうから、結構強く言われたら、はい、優しい人とか素直な人って、うん、そう、でもなんか違うみたいな、私の方が、そう、これ聞いてる私の方が、ね、あるところまで行くと気づくんです。優しいだけではいけないっていうの気づくんです。そう、舐められたらあかんってな、いや、そうです、舐められたらあかん、これ舐められてるんですよ、うん、舐められてるんです。そうそれもちょっとよろしくないと。そうやね、優しいだけじゃん、ということでですね、うん、結構喋らせていただきました。結局なこんなところですかね。こんなところかな、劣等感。はい、さっきなんか僕に聞こうとしてなかったですか。あ、それは今日私、ね、あのバスケの時に劣等感とか覚えたことなかったかなって、はい、他の選手の人たちとかいろんなこう技術がうまいとかさ、うん、コミュ力高いとか、いろんな人がいる中で、まあ、あれですね、うん、まあ、いろんな分野で頑張るじゃないですか、皆さんって。で、なんか自分にしかない最強の武器を身につけるってことですかね。なんかあそこは劣ってるけど僕はここすごいからみたいな。僕はシュート力がとんでもなかったんですよ、うん、すごいな、めちゃめちゃシュート力高かったんですよ。シュートフォームも綺麗、自分で言うけど。でもそれをさ、10代で分かったってことや、うん、自分の強みを。そうですそうです、それが良かったんや、きっと。何かは劣ってるかもしれないけど、何かはあなたの方が優れてるんで。それ気づいてたってこと？その10代で、うん、まあ、でもディフェンス全然できなかったんであんまり使われなかったですけどね、高校の時は。ああそうか、でもいいとこは自分で気づいてたから、うん、でも、うん、まあ、と総合的にやっぱり、シュート力は僕よりはちょっと低いけど、あのディフェンスもできて、うん、ね、なんかこう、ね、こう戦略的にもこうね、まあ、チームにマッチしてるとか、うん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 、っていうところで、まあ彼、まあ、ある方がこう、うんうんうん、ね、試合に出たりみたいな。あ、そうか、総合的に見て、うん、あ、ちょっと僕はこの先プロは無理だなってなったんで、 その道を諦めて、うん、絵の道に来た、そして皆さんに巡り会えたっていう話なんですね。確かに。でもそれもあれちゃう、劣等感のなくすっていうかさ、うんうん、その、あ、確かにね、あの自分の強みを発見、あ、自分しかない強みを発見する、絶対あるんで。そう、でも自分で気づけへんときは人に聞いたりとか。そうです、自分に気づけないケースあるんで、うんうんうん、聞いてください。いや、それやな、はい、私そこがなかったんよ、きっと。そうね、人からしたら、あさみここすごいのにって思ってくれてたこととかもあったかもしれんけど、そうそうそう、人に聞いたらいいんですよね、うん、なんかあかんとこしか身につかへんくなっちゃって。それはあかんですね、ずっと。でもそういう人もいっぱいいると思うね、きっと。あかんとこはもういいやってなってましたね、僕は。もうあかんとこ切り捨て系出したね。でもそれが正解と思う。私あかんとこを直そうとしてずっと失敗してて、ね、全然直せない。名前忘れてた。ユニバを V 字回復させた、うんうん、あー、はいはいはい、森田さん。誰やねん、名前ね、誰だけ忘れちゃった。すみません、ちょっと飛んでしまったんですけど、あの方、うん、あのね、皆さん円グラフあるじゃないですか、うんうんうん、こうやっぱへこんでるとこあるじゃないですか、はいはい、そこいくら補ってもあなたの強みにはならないんですよって、うん、だからそのへこんでるとこを頑張ったところで普通にしかならないんですから。そうやねん、ほんまに。だったらこの出てるとこをもっと頑張ったらもう飛び出るじゃないですか、うんうん、それをやってくださいっていうお話で、僕はもうそれでシュート力っていうところを伸ばしたんやですね。で、まあ、似顔絵師だと何なんですかね、コミュニケーション能力ですかね。そうやな、それはそうやと思う。コミュニケーションお化けですねって言われたんでモンスターみたいな感じで言われて、確かにな、うんで、まあ、今僕似顔絵を楽しんでるのか人との会話をね楽しんでるのかね、よくわからないもん、ね、似てるよそこはきっと、はい、うん、ということで皆さん、こう劣等感を
ね、払拭する方法の一つとして、うん、あなたにしかない武器を教えてもらったり見つけたりして、うん、 そうやね、そこを磨いていくといいんではないでしょうか、うん、っていうところでね、聞いてみたらいいよな、周りの人、聞いてみたらいいです、周りに、うん、なんか周りのね、仲のいい、仲のいい人がいいですよ、知らないんですもん、仲悪い人はあなたのことは、うん、そう、でもこれ最後長いよな、いいですよ、いいですよこれ今思ったけども、はい、あのこの今大人になってさ、うん、英語仕事にしてる、うん、そしてあのヘアメイクとかも好きなわけやん、はい、これちっちゃい時からここは別に褒められて、よくよく考えたら、うん、その髪の毛いじったりするのも好きやったから、みんな、うん、その朝に髪の毛巻いてとかセットしてとか家に来てたよ、結構すげえ、そうでも普通やった、それがすごいと思ってなかったし、すげえわ来てる時点で、ほんで絵も描いてとか、その、うん、自分の似顔絵とかイラストここに描いてほしいとか言って、その、うんうん、中学高校とかもさ、うん、やっぱそれが結局そのまま大人になって今仕事とかになってるわけや、うん、そうですね、あれがきっと強みやったんやろな、気づいてなかったけど、うん、言ってはくれてたんかもしれない、本当に、うん、そうなんですよ、まあ、あとはね、こういろいろ言ってくる人いるじゃないですか、なんか、うんうんうん、なんかね、上から言ってきたり、なあ、まあ、上から言ってきてる時点で全然上じゃないんですけど上は下もないね、あのそういう人に関して僕思ってたことが毎回あったんですよ、うんうん、いや、あなた僕より全部優れてるんですかって思ってました、ね、俺の能力より全部上なんですかって思いながら聞いてましたよね、俺より全部能力上なら言っていいっすよ、どうぞ言ってくださいって、うんうんうん、俺よりあれもできねえしあれもできねえし何を言ってるんですかって心の中で思ってましたね、うんうん、そうやんな、でもそう思えへんというか、そんな人なんかいないんですよ、だって僕、まあ、あとは例えばまだ1歳半、うん、1歳ぐらいの大ちゃん、うんうんうん、大ちゃんが人のことめっちゃ癒すじゃないですか、確かに僕できないですから、あれ、いや、ほんまにそう、だからもうね、リスペクトですよ、大ちゃんも、いや、ほんまそう、すべての人に笑いかけて、みんな、あーとかで癒されてるんですよ、いや、ほんまにそう、僕にあんな人を癒す能力はないです、私にもない、だから、うん、もうみんなすごいんですよ、みんなすごい、それぞれのすごさ、だから、みんなね、あの年齢とかね、うん、立場とかね、うん、じゃないんですよ、みんなね、みんな同級生ですから、ほんとにそう、大ちゃんにはもう負けるとこいっぱいわ、横一線、皆さん横一線です、うんうん、そうやな、これをね、上から言ってきてる人は劣等感があるから言ってるんですよ、うん、っていうお話でですね、はい、今日はこんなところでしょうか、そうですね、久しぶりに、はい、熱くお話をしましたということでですね、はいはい、ぜひこの動画面白いじゃないの、うんうんうん、あら、いいじゃないのっていう方ですね、どういう人が聞いてるの、ぜひグッドボタン、マツコデラックスさんが聞いてるかもしれない、あ、いや聞いてるし、はい、グッドボタンお願いします、うん、そして、またね、うん、見ていきたいな、この2人、この お話面白かったなという方は、うんうん、チャンネル登録していただければ、はい、ね、お見逃しなく見れますのでね、はい、ぜひ、あさみとゆうたのね、こんなお話もちょいちょい挟みながら、うん、似顔絵も挟みながらやっていきたいと思います、はい、はい、ではここまでご視聴いただいて皆さんありがとうございました、また次の動画でお会いできることを楽しみにしています、はい、それではまたお会いしましょう、はい、See you again、はい。